は3つのチョコレートギフトがあるんですね。あー、ちょっとそれを今日は教えたいなと思います。お願いします。はい、じゃ例えばこれ見れますか。カリオペ先輩がファンのデッドビーツさんにチョコレートをあげるときは何チョコって言うでしょうか。おお、はあ、あ、うん、知ってるよ、ギリチョコ。ちょっと待って、デッドビーツさん、ギリチョコなの。待って、ちょっと待って、ギリチョコじゃない、本命だよね。本命だよね。よかった、ごめんなさいみんな、あ、恥ずかしい、ごめんね。ごめんね。じゃあ続いて、カリオペ先輩が屋号に渡すチョコレート。あー、これは簡単ですね。はい、これは本命じゃない。びっくりした、びっくりした。ギリチョコです。正解です。やったー、できたー。これはギリチョコ、感謝の気持ちで渡すチョコですね。じゃあ3つ目、カリオペ先輩がルイに渡すチョコレート。うん、友チョコ。あー、正解。すごい。あげるよ。え、くれるの。はい。私もじゃあ送ります。やった、やった。いいね。でも私はね、うん、なんかルイちゃんにチョコをあげるとき、はい、これはトモチョコで、言わないなら本命と思います、はい、ルイちゃん。え Oh no! 本命チョコ。嬉しい。確認したかった、それだけ。確認したかった。私も本命チョコあげます。やったやったてー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 かりるいてー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 。イエーイ。